上智福岡中学校、高等学校は、福岡県福岡市中を送っている国一丁目に所在する、私立中学校、高等学校。高校募集を行わない、完全中高一貫教育を行っている。カトリック男子修道会のイエズス会を経営母体とする、学校法人上地学院が設置者。全国に4つあるイエズス会を、 経営母体とする学校の一つである。1932年に開校した福岡公共神学校を前身とし、平尾学院、大成中学校、大成高等学校を経て、1983年、イエズス会に経営移後、大成中学校、高等学校となった。2010年には、同じイエズス会を、 経営母体とする上智大学との教育提携を締結し、2011年に現校名となる。2012年には中学校が、2015年には高等学校が教学を開始した。2016年4月1日、設置する学校法人体制学園が、同じくイエズス会を経営母体とする栄光学園、六甲学院、広島学院とともに、 学校法人上智学院に吸収合併された。これは、日本在住のイエズス会員の高齢化に伴い、個別の法人理事会の維持が困難になったことが、最大の理由で、当時のイエズス会日本管区の梶山管区長の指示によるもの。完全な中高一貫教育を行っているため、学校は、名称として、通常、上智福岡中学高等学校を使用している。 より大いなるものを知り、他者に奉仕し、世界への架け橋となるリーダー2015年7月、常勤講師だった女性による講師の地位確認などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は請求を認め、雇用関係の継続と未払い賃金の支払いを命じた。女性講師が、家族の病気を理由に次年度の部活動顧問を断ったことを、 雇用の継続を断ったと曲解した校長のパワハラが紛争の原因。交際継続中に和解が成立。女性講師は2016年4月に職場復帰し、その後教有として採用された。ありがとうございます。